はいえ。それでは、えっと、阪神大商店とスプリングステークス行きましょう。はい。えー、っと、どうしましょうか。はい。えー、サボーナブロザホーンとかいますけど、とりあえず、あの、何長距離ステイヤー向けのウムたち考えると、プリウムと、 テオロイヤルとディープボンドとシルバーソニックが、ま、いわゆるステアって感じなんで、ここから行こうかなと思ってます。はい。ちょっとブロードフォードサボーナからどんだけ走れるかわからないって。サボーナね、キッカーショー5着やったんですけど、どうでしょうか。はい。あと、アップスピードは、このままもう長るんですけど、川田さんなんで、一体やめときます。すいません。<laughs> なんか、あえて、ここ負けて次、天のシとかで来たら、リベンジかなと思って頑張ります。1、2、0、1、2、6ですからね。やっぱ長ね。はい。うんと、何、ん応援はシルバーソニックしたいんですけど、テオロイヤルが中3周で走れるかもわからないんですけど、はい。とりあえず、長距離から。あと、ディープボンドがね、えー、プリムドールと乗り換わりになってるとでダリュさんとて言われてさんか。ここがどうなるか。え、プリムドール確、確かラストランって噂聞いてるんで、リベンジあるかなと思ってます。はい。えー、スプリングステークスは、 ブナンにルメちゃん3ヶ月だけて中山3層目ですか、16から。えー、距離延長になりますけど。はい。ま、3ヶ月開けてここ選んでるんで、距離は間違いないと思ってるんで。はい。で、えっと、あと、 えー、まああと、ルカランフィーストとペレグリーニぐらい押さえといたらいいかな。ルカランフィーストが中山1 8一勝クラス解消と、えっ、ー、と、ペレグリーニにも言えるんですけど、東京18、あるいは東京2000で長く癒し使った馬がこの中山で生きるんで、この糸を選んでおきます。逆に、形成杯とか中山2000ぐらい使ってた馬が結構ここは合わないんで、はい。意外とね、東京182000がこの舞台に合うんで、はい。 押さえておきますってことで人気なんですねこれねほぼ人気ンゴールドウォータリフト以外、えー、2463連ク何倍15倍20倍24627倍結構少なねよろしくお願いしますでかいルメちゃんなえあカンティアンを自力で3からあれ頑張って、うん、強かったと思う、うん、あの1から3着は強かったと思う よろしくお願いします。この文しときましょうか。ばバば変わるんかな土日で結構ガラッとバあバあ変わるところなんでよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。またライブでお会いしましょう。